なんばでなんぼやという15坪のお店で、先ほど三兄弟の物語がそこでスタートするわけです。ずっと食べ続けてもらえるものを売りたいっていうことになって、焼きたてチーズタルト専門店パフロっていうのを三兄弟で開発しました。今後のその目標に関してはトップクラスの会社になりたいなと思ってるし、ということで秋元浩二ってどんなやつなんやって結構皆さんね今お思いと思います。サプリメント業者の代表やっていう以外にですね、いろいろね起業というか働いてきて、18から働いてるってことは21年目か、まあ、どんなことやってきたかっていうのというお話と、で今どういう方向に向かって何を頑張ってるかっていうビジョンとかもねお話したいなと思ってます。やったらかい、まあ、ここがあの僕の会社というかサルジャパンの事務所兼社長室になってます。先本って結構ね関西では結構名が知れてると言っても過言じゃないほど、先本三兄弟って言って、私の兄とで弟と18ぐらいからね商売一緒にしてきました。兄は1個上、弟が2個下ですね。最初まあ18歳の時からの流れを話していくと、父親が町にあるリサイクルショップ、冷蔵庫洗濯機とか電子レンジとか事務用品とかリサイクルショップをしてました。親父がしてました。でそこに高校卒業してすぐついたわけですよね。親父のところでアルバイトから始めて、働くって一体何なのかっていうのを相談して、で入れてもらいました。毎日ねお客さんからね電話かかってきたり、廃品回収の仕事をしたりとか、クーラーの同管をいっぱい集めて売りに行ったりとか、段ボールも集めて売りに行ったことももちろんあります。まあ、そういったそのちゃんとしたそのリサイクルを学ばしてもらって、親父に冷蔵庫洗濯機事務用品厨房用品いろんなものを触って、全てゴミっていうものがないっていう世界に入ったわけですよ。でそうこうしてるうちに兄弟3人で、弟がプロサッカー選手でガンバ大阪のプロサッカーに3年やって引退したわけですね。早めの引退をして、まあ、今があるのは絶対間違いなく3兄弟で仕事できたからなんですよ。3人で話し合うことがいっぱいありました。利益率上げるのはどうしたらいいかとか、もっと効率測った動きをするにはどうしたらいいか、ヤフーオークションでみんなで一緒に載せて1日10個載せたりとかして、ヤフーオークション新人戦アワードでうちの会社1回1位になったりとか、そんな会社に、まあ、いわば3兄弟が集まった時に成長した。ただまあ大きいものを扱って一緒に4人とかで引き上げて持って帰ってきたものの、全然売り上げにならない時もあったりとかして、こんだけ体使ってこんだけのことやったのに全然利益率ないやんけっていうような商売になりつつあったわけですよ。ネット販売でしっかり稼いでたものの、目の前の仕事が全然売り上げ上がらないときで、どうしたらいいかっていう時に、まあ、たまたまよくその買取業をしてたので、たまにブランド物のバッグも買い取れんのみたいなところから買わせていただいたりとか、貴金属をお客様が持ってきてくれてそこで査定してで買わせてもらったりとか、そういったことがたまにあったんですね。そういったことをやりながら、こんな軽いものでこんだけの金額になるんか、あんだけ大きいもの動かしたのに利益一緒やんっていうことをたまに味わうことができて、貴金属のその利益率とかの方がやっぱり体に負担がないし、重たいもの持って腰痛い、明日全然動かへん、筋肉痛やとかいう仕事を結構入ったんですよ。これをやっぱりずっと40歳50歳まで僕らやっていかれへんなっていうのが22、3の時にも考えついてて、親父のやってるリサイクルショップも辞めさせてもらって、僕たちがやりたいブランド貴金属の買取販売の方で商売を伸ばしていきたいという話を3人で親父に頭下げて言いに行って、で辞めさせてもらったんですよね。親父のやってきたものを全て畳ましてもらって、でそこにいた従業員全員もらって、難波中の1丁目かなのところで、難波でなんぼ屋という15坪のお店からスタートです。で先本三兄弟の物語がそこでスタートするわけです。ブランド貴金属の買取販売なんぼやというのは、ほとんどがそのお客さんが商品を持ってきて、くれて買取するわけですけども、その時ってネット広告とかないから、新聞広告あれをもう1万枚2万枚毎月手配り、マンションとか家とか仕事終わってから1時間全員で巻きに行ったりとかして、でそれを見てくれたお客さんとかもめちゃくちゃ来てくれました。なんぼやというお店が今もなおありまして、先ほどの新助が代表でバリエンスホールディングス
で、3年前かな、もう上場もして、全国に60店舗ぐらいで、今世界に、インドネシアとあとシンガポールかな、世界にガーッとこう広がって今商売してます。それをしながら飲食事業もし始めたんですよ。それが28歳の時です。阪神西の目の駅前の角ですね、ケーキ屋さんしだしたんですよ。パティスリーブラザーズ3人がやってるお菓子屋さんですみたいなのが名前の由来で、なんでまあそこに至ったかっていうと、なんぼ屋をしながらカフェをしたいっていう、なんかそんな思いがあったりとかしてて、初めてその自分の会社で土地を変えて、で何するみたいなところからめちゃくちゃ考えたら、まあ中途半端なことするよりも自分たちが作ったものを世界に発信する、あのいろいろインターネットで。だから今までは待つ商売、なんぼやってお客さんが来るまで待つ商売でしょ。でも自分たちで表現したものを発信する商売っていうのをやりたかったっていうのがあって、ケーキ屋さんをしだしたっていうところもありました。ロールケーキやバームクーヘンっていう、その時に流行ったんですけど、僕たちが表現するロールケーキとバームクーヘンはこうだっていうのを、作って、まあ、日本一柔らかいバームクーヘンとか、日本一、まあ、高価な、ロールケーキだったとか、そういったものを作って、実は僕はダイヤの夜明けとかも出てます、その時に。そこから、まあ、ロールケーキバームクーヘン巻いたり焼いたり しながら、ちょっと手広くしすぎたわけですよ。結局アイテムを広げすぎて、ちょっとやっぱりこうやりすぎ感が出てきて、一旦ちょっとギュッと縮小して、本当に大事なものだけを売りたい、ずっと食べ続けてもらえるものを売りたいっていうことになって、パブロが出来上がったわけです。焼きたてチーズタルト専門店パブロっていうのを3兄弟で開発しました。ただ単にチーズケーキを売るのは厳しいと。やっぱり僕らが表現するチーズケーキ、どんなものがいいんだろうっていうのを、好き以外の商売目線からも考えました。で、ただ単に焼きたてを売るとかではなくて、焼き加減を売りました。レアとミディアム、2つの焼き加減から選べるという売り方をした。なかなか認知されなかったんですけど、売り続ける中でずっと改善改善を重ねて、本当に自信のあるものが出来上がったのが、大阪の心斎橋筋の商店街の中の角に今もお店あるんですけど、そこでやっと本当に表現したいものが販売できた時でしたね。だからあの時は本当にもう毎日行列で、外国人のお客さんもどんどん増えてきて、1日に1000個は最低販売するという異例の店を作れて、パブロがどん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 出来上がったということです。で、その、まあ、全国展開も、まあ、兄貴が代表でしてて、自分が33歳ぐらいの時かな、兄貴の会社から別れて、3人とも代表に、何かの代表になろうということで、弟はなんぼ屋の代表で、僕たちはちょっと大変な、しっかりこうやっていかないといけない飲食事業を兄貴と僕とでやっていったっていうことなんですけど、僕はレストラン事業をすることになりましたね。大阪のアメリカ村で、ハワイアンのお店、3階建ての、はい、大阪の裏ナンバの、ところで焼肉屋さんで、日本橋そこで焼肉丼屋さん、島の内という東心斎橋のところで肉割烹のお料理屋さん、堺筋の本町通りあたりでブラザーズカフェテリアという、もうこんな大きいコーヒーの焙煎機を置いて、焙煎した本当に美味しいコーヒーを提供するというお店もやってて、あとはパンケーキのお店2つやって、あとラーメン屋さん、エビの濃厚なスープのつけ麺屋さんやって、1年半で6店舗オープンしましたね。で、まあ、その中でそういったその面白い肉丼とかラーメン屋さんが結構外国人に認知されるようになってきて、で兄貴のパブロの世界 そのパートナーが、やってみたいなっていうことでガッチャンコして、くっついてやっていったっていう形で、僕はその、まあ、飲食事業を、まあ、結果的にその合併して兄貴にお任せすることになっちゃったんですけど、まあ、その飲食事業をしながらゲストハウス民泊っていうのを、僕はもう5年前ぐらいから Airbnb をやってました。実はまあ、はっきり言って全然商売にもならず、それ不動産会社っていうのは、まあ、あの自分の中で26ぐらいの時に、まあ、親父に一回相談したことあって、不動産関係の方を勉強したいから、ちょっともう兄弟でやんの一回離れていいかなっていうような感じで親父に一回相談したことあって、でも親父はね、家族をすごい大事にしろっていう、親父で、
今これ離れたらお前が一番損するぞみたいな形で言われて、その損するぞっていう意味はよく分からなかった、その時は分からなかったんですけど、やっぱり3人でおったからこそ多分全員が今いい立場でおれると思いましたね。だから34歳の時までのその3兄弟で頑張ってきた物語というか、これ以上の刺激がある生き方できんのかなって思うぐらいすごい経験してきましたね。アミノサウルスに限っては、まあ5期目で5種類の販売をさせてもらってて、まあ、ここに至るまでにそのランナーで医師の皆さんとか薬剤師で管理栄士さんなどいろいろな意見を聞きながら商品を開発して販売していきます。今後のその目標に関しては、スポーツサプリメントブランドとしてはトップクラスの会社になりたいなと思ってるし、もっとこう成長していく機会を自分たち作らないといけない。ただ単に販売しますっていうだけやったらどこでも誰でもできるわけですよ、大手やったら。でも僕たちはそれ商品を販売してますっていうところをしっかりアピールしたいんじゃなくて、もう僕もインスタグラムとか、まあ、ツイッターとかにも書くねんけど、スポーツを通してより人生を豊かにしてほしいっていうことをいつも書いてます。その中で最終的に、あそこのスポーツブランドがなんか言ってたなとか、あそこの使ってなんか体も調子良かったなとか、あとあとこうやって思い出してくれたらいいなみたいな感じです。もうちょっとね、大きくなるためにはやっぱり今まあいろいろお話しいただいてる世界展開とかアジア展開とかもちょこちょこ今進んでて、まあプロフェッショナルっていう言葉を僕たちはよく使ってて、プロフェッショナルの定義っていうのは挑戦して結果を出して影響を与えるという、まあ、この3つを兼ね備えたもの人こそが僕たちのプロフェッショナルの定義として考えてて、僕に関しては本当にその影響を与えるというその言葉に関しては意識してきたわけではないけど、影響を与えることができてきた人物だと思ってます。やっぱりそれは物語を振り向いた時にすごい面白い物語があるっていうのが一つと、その物語は必然ではないっていうことですね。本気で頑張ってきたから影響を与えることができたっていうことです。走ることだけじゃなくて人生を豊かにするためにこういうビデオもね、僕もアップしていきたいなと思ってるんで、引き続きよろしくお願いしたいなと思います。まあ僕の経歴っていうのは本当にこれ一部にしか過ぎないんで、本当に45歳になったら本出そうとも思ってるし、お悩み相談とかもねしたいんで、本当はね会って喋るのが一番なんですけど、まあ、なかなかビデオで表現するということはなかなか難しいことだと思うんで、練習会など全国でやってますんで、皆さんとお話できる機会があればいいかなと思ってます。練習会のね参加方法、結構連絡来るんですよ、インスタグラムとかツイッターでね。でインスタグラムの崎本コーチとかアミノサウルスっていうそのアカウントのところで練習会参加したいですっていうことを一言入れてもらって、で僕たちはいつでも誰でもウェルカムなんですよ。サプリメント飲んでる飲んでないっていう人たちっていうのもなくて、みんなに対して練習会難民の人たちいるんですよ。みんなで走ってみたい、楽しい時間を送りたい、そういう人たちのために作ってる。だからいつでも来てください。練習会東京、名古屋、大阪、神戸、岡山でやってますけども、次京都、埼玉とか、千葉とか、そういったところでも今、一緒にやっていくメンバーを今ほぼ選定できてまして、一緒に、コーチ業としてやってもらえる人たちも実は探してます。全国でサウルス練習会やっていきたいなと思ってるんで、実業団上がりの皆様、今コーチ業されてる皆様、もし楽しい時間を一緒にサウルスさんと作りたいなっていう方がいらっしゃったら連絡ください。参加したい方はいつでもお待ちしてるし、北海道でも僕コーチしたいですっていう方もいらっしゃったら、実業団を卒業されて今コーチをされてる方っていうのが習いたいっていう人たちが多いかもしれないんで、まあ、そういったところの元選手を探してますんで、いつでも連絡ください。よろしくお願いします。そういうことで今のお話の中で、よかったなと思う方はチャンネル登録とグッドとコメントよろしくします。